春にはすべての謎が解けるは2013年に刊行されたアラン・ブラッドリーの推理小説少女探偵フレービアシリーズの第5作目にあたる上条博美は本作品をシリーズ最高傑作と評している復活祭まであと1週間という時ビショップスレーシーのセント・タンクレアス教会ではオルガン奏者のコリカットが失踪したため代役としてドルース家の長女 フィーリーが妹のフレービアをお供なえに聖歌の伴奏練習に励んでいた。ところが2の音の調子がおかしいため、オルガン内部に入って調べるとコウモリが飛んでいた。どうやら音の不調の原因はコウモリがパイプの中に潜んでいるためらしく、教会の寺男のハスキンズに翌日取ってもらうことにしてその場は引き上げる。翌朝、科学大好き少女のフレービアは、 コウモリの血液を調べるため教会に捕まえに行くと、ちょうど死後500年を迎える生体クレアウスの墓が考古学研究のため開かれようとしていた。持ち前の好奇心から地下霊病に入り込んで発掘作業を進める人々の中に混ざると、その石室の中に行方不明のコリカットの死体を発見する。死体はガラス管の破片を握りしめ、その顔にはなぜか、 ガスマスクが被せられていた。警察が捜査を終えた後の教会で、祭壇ギルドの会長で引退した、音楽教師の探知、公州大森に住むマットメグ、植物考古学者のアダムソワビーと会した、フレービアは、天井の木彫りの、聖、タンクレアウスの顔から、血のように赤い液体がこぼれ落ちるのを見る。後日、探知を訪ねた、フレービアは、ソワビーを入れて3人で、 探偵同盟を組んで、情報共有しないかと提案される。回答を保留にして、彼女の部屋を後にすると、今度は、ソアビーと出会う。ソアビーは、フレービアにドルース家が、聖タンクレアウスことタンクレアスドルーシの末裔で、彼は、ルシファーの心臓がはめ込まれた、死境図へと共に埋葬されたこと、そして、ルシファーの心臓がダイヤモンドであることを告げる。 全部で6冊のシリーズで、いずれも草原推理文庫から出版されている。講師大森とマットメグについては、草原推理文庫、人形遣いと講師大を参照。草原推理文庫、春には全ての謎が解けるの巻末解説参照。ありがとうございます。